都合の悪いことは隠す。ライブドアニュース、2019年5月18日。中国でウィキペディアが閲覧できず、天安門事件をめぐり、規制強化か。ざっくり言うと、中国でウィキペディアが全面的に利用できなくなったと発表された。アメリカウィキペディア財団は、理由はわからず、何の連絡もない、としている。天安門事件から30年となるのを前に、中国当局が規制を強化した可能性がある。これはテレ朝ニュースをまとめたものです。ウィキペディアが中国で閲覧できず、規制強化か。という報道がございまして、で、記事一部、中国では Twitter や Facebook などの SNS が利用できず、Google や日本の Yahoo の検索も利用できないようになっています。ということで、中国共産党支配下の中華人民共和国。この世の中は、ブルジョアジー対プロレタリアートという貧乏人との戦いがございまして、資本主義対共産主義社会主義の戦いがございます。これは永遠に続きます。終わることはありません。終わったら困るんです。戦わせている勢力があるんです。中国共産党と日本共産党は同じ組織。日本共産党はコミンテルン日本支部として誕生しました。コミンテルンっていうのは、国際共産党なんですね。で、あっちこっちにある共産党っていう組織は、全部同じ組織なんですよ。日本共産党と組める奴らは、みんなマルクソ的な人やと思って間違いないと思います。赤。せっか工作員。せっかっていうのは赤く化ける。思想を共産主義に変えようとしてくる奴らがいます。共産主義者は、コミュニストと言うんですけど、コミュニズムを信奉する人。コミュニズムっていうのが共産主義のことなんですね。後でじわーっと分かってきますから。もうそこは気にしないで、コミュはあかんねん。共産主義者はあかんねん。きっしょって思えるようになってほしいです。だって、天安門事件、64天安門事件、6月4日に起こった天安門。平成元年、1989年に起こってるんですね。平成元年っていうことは昭和64年の年で、ちょっと日本も、自粛ムードが漂う時ですが、まあバブってたから楽しい時期ですよ。で、テレビ見たら、天安門えらいことなってねんけど、いやーきつい国やなっていう感じで。で、日本の NHK は天安門では虐殺はありませんでしたとか抜かしてやがってんけど、1万人ぐらい戦車で引き殺したり、銃殺してみたり、まあえげつないことはしとったんですね。それを人民には教えたくない。だって共産党だもん。日本共産党中央委員会が発行している日本語の日刊機関紙、新聞赤旗ってあるでしょ？赤旗赤軍とか言って赤使うでしょ？あれっていうのは豚の血祭りの際の血の色なんですね。で、この豚っていうのは、まあ、一般の人間を豚に例えてはんねんけど、ゴイムチやんっていうねんけど、まあ、ゴイイコール豚やねんけど、まあ、後に分かっていくのでそこはもうさらっと小耳に挟んでくださいね。もう一度言いますね。石化とは、思想を共産主義、マルクス主義、マルクス・レーニン主義、赤に変えることを言います。で、コミンテルン、国際共産党っていうのは、各国の帝国破壊を目的としてたんですよ。で、王室はあちこちにあったんですけど、共和国になってますよね、ほとんどの国。あれは、石化で潰されてしもたんですね。で、私は、戦時中までに書かれた、先人の著書、その時代に生きた日本人の書籍で歴史の真実をごそごそしてきたんですけど、Kindle 電子書籍で出版している赤い工作員にご用心、赤い思想は超危険っていうタイトルつけたんですけど、赤っていう言葉を復活させて浸透させてやろうと思ってこのタイトルにしたんですけどね。この赤い工作員にご用心という書籍で、対等は戦争。私たちは学校で太平洋戦争って教えられるねんけど、あれは正式名称、大東亜戦争なんですね。なぜ戦争せなあかんかったか、どういう経緯でそうなったかっていうのがわかる書籍なんですね。結局日本はコミンテルン、国際共産党と戦ったわけなんですよ。でも戦争負けたから、もうこういうこと言うとあかんようになってて、学校の教師とかマスコミとか、どうも、我々とはちょっと違う種類がやってるような感じになったん違うかな。戦前と戦後の書籍でガラッて変わってるし、日本人に自虐史観っていうのを刷り込んで、
何もかも日本人が悪いってやってんねんけど、あちゃうやんけこらって私は過去の章を見つけて思ったんですけど、保守って言われるジャーナリストの皆さんもどうも丸くそなん違うかなって私は見ています。で、赤い工作員にご用心の中に石化の赤とは豚の血祭りの赤のことであるっていう項目を設けてまして、そこにコミンテルの正体は何かって入れてるんですけど、これをねズバリ読んでしまうとまた大変なことになるんで、はしょってかいつまんで読ませていただきます。軽くね、西暦1789年、フランス革命当時できた歌で、その後国歌となったマルセイエイズという歌の一節に、鮮血倫理たる旗は立てられたりとありまして、これが赤旗の新意義であります。鮮血倫理とは、生々しい血が滴り流れる様。テロップつけるのをちょっとやめますので、よく聞いてくださいね。かつてはバルカン半島で暴動のあったある勢力は、まずゴイを血祭りに殺し、豚を血祭りにして殺して、その血で染めた赤い旗をかざしました。これは他の民族の血をもってこの通りに彩りせよとの寓意で、寓意っていうのはある意味を直接には表さず別の物事に託して表すこと、これが石化とのいうことの起こりでありますって書いてあんねん。ある勢力以外はみんなのことをゴイって思ってはんねん、豚って。なんでそんなことを思うのかっていうこと、恐ろしいことが昔から行われてんねんでっていうことが赤い工作員にご用心に書かれてあるんですけど、まあ売れへんわなかなか。でもこれちゃんと知っとかへんかったらほんまにやばいで。これを知って天安門事件を見ると、あ、豚の血祭りの赤、赤旗の赤、まあしゃあないな、共産党のすることやしなって感じに見られるんですよ。で、私はもうずっと調べてて、共産党も社会党系も民主党系もみんな根っこ同じで、トムとジェリー仲良く喧嘩しな状態で猿芝居を飛んちゃうかな思って見てます。共産党と組んで野党共闘とかしとるやん。で、民主党政権になった時にまず小沢一郎がやったのは、大勢の子分を引き連れて中国共産党にご挨拶に行ったでしょ。あいつら赤やねんって、せっかく工作員やねんって。で、赤い勢力誰かの指示で動いてるから常に恐怖支配をされているみたいです。で、ツイッターとか SNS とかにせっかく工作員、雑魚の工作員がいっぱいいて近づいてくるけど、もう相手にしないのが一番やで。ツイッターや SNS で常に喧嘩している人たちいるでしょ。あれは喧嘩に巻き込まして混乱させて破壊に導こうとしてるわけよ。で、なんとか認定された言うて大騒ぎしてるやん。あれは正体バレたら自己批判、トレビアン、ボコボコ、イタイタン、うーんってほんまにされんねんやろなって見てんねんけど、ツイッターごとき、SNS ごときでですね、建設的な会話は無駄なので、言いまかそうとか、それは間違ってるよ、こうなんだよって一生懸命会話をしないことが一番の対策法。常に何か怒りを感じさせようとすり込んでくるから、反米であり、まあ、いろんな政治家のことであり、うわ君もめんどくさーと思ったらもう容赦なく排除していったらいいんですよ。そういうめんどくさい人と付き合うより、楽しく付き合える人だけと付き合えばいいんですよ。日本人は狙われていて簡単に赤く染められてしまうので、なんか一生懸命持ち上げられてる人に関してはちょっとこいつなんなんっていう感じで観察していけばいいです。ほとんどの場合ですね、赤マルクソ石化工作だと私は見ているんですけどね。日本国には皇室がございますよね。コミンテル日本支部、日本共産党は皇室のことを天皇制とか言って侮辱して潰そうとしていますので、アホちゃうか言うて徹底的にバカにして鼻で笑っとけばいいと思います。あいつらってさ、バカにされたり見下されるのが苦手やから、お前とか言われるのが嫌みたい。で、元号が令和に変わりましたよね。で、平成の時代の天皇陛下は上皇陛下っていう呼び方になったんですね。で、過去の天皇陛下、明治から行きますね。明治天皇、大正天皇、
昭和天皇、この三つの時代の天皇陛下に対しては元号と天皇つけていいんですよ。ご崩御なさったから、この世を去った、お隠れになったから。で、私は一切保守論客って言われてる方たちの映像は見ないんですけど、聞いたところによると、まあ、文句書いてる人たちの文章によると、上皇陛下の呼び方、お前それは失礼やろ、明治天皇、大正天皇、昭和天皇のようにお隠れになった方のように呼んで連行してるみたいやな。それってお里が知れるってやつちゃうの？ええ年した大人がやっぱり見るのやめようって気持ち悪い。見てしまうと突っ込みたくなんねんけど関わりたくないのよね。で、現在の天皇陛下は金城天皇って言います。で、私自身はいろいろ画像とか見てうんって思うこともあるんですけど、そこはもう何も言いません。元号が令和になる前の天皇陛下は現在上皇陛下です。明治天皇、大正天皇、昭和天皇のように呼んでるやつは、あ、こいつ違うんや、マルクソかもって見てるといいと思います。で、私たちはとにかく常に狙われてます。日本国に日本人に生まれた私たち、ほとんどの人は天皇制っていう言葉が左翼用語と知らず、まあ、これが正しいものと思って天皇制って言ってると思います。で、そういう時はですね、ねえねえ、天皇制って左翼用語で皇室制度っていうのが正しい言葉なんだよって教えてあげてください。で、そこでキーって怒り出したら、あっちけー、左翼なんや、キショってバサって切った方がいいですよ。もうそんなに構ってたら時間取られて大変、めんどくさいだけで、本当に左翼でせっかく作員として近づいてきてるんだったら、仲間が自己批判、トリビアン、ボコボコン、イタイタン、あーにしちゃいますので、そこはそれで敵にお任せしたらいいんですよ。まあしゃあないなー言って切り捨てたらいいんですよ。とにかく私たち日本人は共産思想の人たちを寄せ付けず、中国共産党のようにならないようにしよう、うわなんかこいつ気色悪いなと思ったらバッサリ切り捨てよう、日本を石化させないことが大切です。で、日本維新の会だった丸山小高が先によって戦争っていう言葉を言った言うて自己批判みたいに責められてますよね。あれは粛清に向かって第二の永田君かなみたいに思ってるんですけど、日本維新の会は立憲民主党と組んでまで丸山を追放しようとしてるでしょ、潰しにかかってるでしょ、もうそんなマルクソやんかって感じで、血の粛清やんか、あれがマルクソ的な責任の取り方なんでしょうね。まあとにかく現在ですね、アメリカにつくか中国につくかしかないねんから、アメリカについて中国につくやつは見捨てたらええねんて。日本維新の会、維新は衛生とって思ってる人いっぱいいたと思いますが、そうじゃなかったよね。ということで、我々日本人は中国共産党とか赤マルクソ的な人には近寄ってはいけません。石化してしまうと日本でも天安門事件みたいなのが起こる、ベネズエラみたいになってしまう、ああいうのは人ごとって大変やな言って笑って見てるのが一番やと思うよ。